お疲れー今日はどんなお仕事本日もミオちゃんは絶好調だからどんなお仕事でもドンとこいだよお歌のお仕事ってことはもしかしてライブですかやったーへ,へいへいわかってるーやっぱり私のプロデューサーだねしかも温泉街のステージで歌うの つまり、温泉街にツアーに行くってことライブの間、温泉旅館にご宿泊やったー温泉、紅葉、露天風呂そして、秋の味覚盛りだくさんプロデューサー、やっぱり超最高肉よ、この子のーこれは、つまり、いっぱい頑張った私たちへの、プロデューサーからのささやかなプレゼントと受け取っていいですかな かなあ,あわかってるって。遊びじゃないんでしょ大丈夫。お仕事はちゃんとするから。もちろん、ステージでは手は抜かないし。あ、ちなみにそこって、婚欲なのかなだったら、プロデューサーの背中、流してあげようか。なーんて、もう顔が赤いよ。<laughs> かなもみじが湯船に移って。うーん、風流って感じ。さて、それでは失礼して、と。くはー気持ちいい。はーこりゃ極楽極楽、生き返った。って、ちょっとリアクションがアイドルっぽくなかったかな。でも、本当に最高の気分。 なんか、ほっと一息ついたって感じだな。こうやって落ち着くことって、今まであんまりなかったし、考えてみれば、今までずっと夢中で走り続けてきたもんな。たくさんお仕事が続いて、いろんなことがあって。でも、こうして今があるのも、シブリンやシマム、あーちゃんやアカネチン、プロデューサーや、 みんながいてくれたからなんだ。みんなのおかげで、私は諦めずにアイドルをやってこられた。キラキラと輝けてたんだ。この温泉の水面みたいに。そう思ったら、なんだか温泉よりもっとパワーがみなぎってきたかも。この思いは、明日のライブでみんなに届けよう。